まだここです。何をそんなにもたもたしている。太陽の魅力が見られればそれに越したか。そのままアークチュラスが深くまでし、誰かいるのか。
れたようだな。生きていたんだな。心配し始めたところだ。そのようだな。ほとんどが死んだよ。聞かれる前に言っておくが、お前が黒幕だとは思っていない。少しはそう考えてもいたが、たった今助けてもらってその疑念は消えた。だから礼を言おう。その通り。急がないと生きたまま丸焼きにされそうだ。行くぞ。立ってるのか？単純労働には向いてないのにね。ほら、できそうよ。もう一度引け。よし、そこだ。開けられる？そう思う。ちょっとだけ待ってくれ。あなたをアストリッドに会わなければなりません。ここ闇の一刀の聖域において。
おいおいおい、ちょっと待ってくれ。分かった、大変な思いをしたんだな。ちょっと座って休んだらどうだ。彼女がここに。シシスにかけてもう絶対に会えないと思っていた。行くぞ。ソリチュードで何があったのかナジェルから聞いたわ。賛成だ、聞こえしもよ。辛い目にあったのね。あのね、生きてた。ああ、シシスよ。お願い、聞いて。話さなければならないことはたくさんある。でも、時間がないの。ごめんなさい。本当に、すまないと思ってるわ。ペニトゥス、オクラトゥス。マロがあなたを奴らに引き渡せば闇の一刀をそっとしておいてやると言ったの。これからずっと。シシスよ、私は救いようのないバカだったわ。すべて私の責任よ。誰よりも優秀なあなたを殺してしまうところだった。他の者たちと同じように。ええ、あなたを罠にはめた。あなたに死んでほしかった。あなたも、ヨボも、敬愛する者すべてを私は裏切った。その挙句、マロに裏切られたわ。昔を取り戻したかったの。シセロ、ヨボ、そしてあなたが現れる前のあの頃を、私なら救えると思ってた。私は道を誤ったのよ。でもあなたは生きてる。それならまだチャンスはあるわ。もう一度やり直すチャンスが。だからこうしたの。わからないの。ヨボに祈りを捧げたわ。私は黒き聖産なのよ。あなたが正しかったということよ。ヨボの言う通りだった。昔から彼らはずっと闇の一刀を導いてきた。反抗するなんて愚かだったわ。でもこれだけは信じて、私はずっと契約を願っていたの。今からはあなたが一族を率いる番。この悲痛の探検を授けるわ。最後まで見届けられるように。あなたは私を殺すの。やるのよ、聞こえし者。私を殺して。選択肢はないの。あなたは仕事を完了しなければならない。アストリッドは彼女にとって正しいことをした。だから次はお前の番だ。彼女の苦しみを終わらせてやれ。
ありがとう。アスリットか。どうしてこんなことになったのか、まだ理解できない。自分の耳で聞くまで信じられなかった。アストリッドが私たちにこんなことをするなんて。アストリッドか。不思議だけど。フォース！理解できない。アストリッドが、どうしてこんなことになったのか、まだ理解できない。自分の耳で聞く。ストリッドは死にました。そのようになる定めだったのです。虚無の悲願に慰めを見出せればよいのですが。しかし、あなたの命ある限り、闇の一刀も耐えることはないでしょう。若者よ。契約を果たしなさい。皇帝タイタスミード二世を滅ぼすのです。ホワイトランのバナードメアにいるアマウンド・モティエルに聞きなさい。皇帝の真の居場所を知っているはずです。ですが、その前にナジルにこの先の計画を伝えておきなさい。あなたは聞こえし者ゆえに彼らを束ねる責務があるのですから。シシスにかけてひどいありさまだ。これで終わりのようだな。なんだって？それは、彼女は何と言った？アマウンド・モティエール。だがそれは、つまり、まだチャンスがあると？でもどうやって？我々の計画は台無しだ。みんな死んだ。一刀も。いいだろう。行くぞ。行こうぞ、聞こえし者よ。あの卑怯なモティエールが何とほざくか聞いてから、皇帝をシシスの元へ送ろうではないか。だが仕事が終わっても、ここに戻ってくる必要はない。そうだろう？考えていたんだが、ドーンスターの聖域を我々の家にするというのはどうだろう。いいか。皇帝の剣が片付いたら、私とバベットとそこで落ち合おう。予防を動かす方法は考えておくから、心配無用だ。それでは、行くぞ。それと、ゴールドをたんまり持って帰ってきてくれよ。なあ。バベットよ、荷物をまとめるんだ。行くぞ。それを言ってくれたらって思ってた。